STS-2 はアメリカ航空宇宙局によるスペースシャトルのミッションである。1981年11月12日にコロンビアで打ち上げられた。スペースシャトルのまたコロンビア号の2度目のミッションであり、地球に帰還した再利用可能な有人宇宙船が再び宇宙に戻ったのは初めてのことである。スペースシャトル計画の検討の初期段階では、 STS-2 では、スカイラブの再起動を行う予定であったが、STS-2 の打ち上げ時には、スカイラブはすでに起動を外れて、かなり経った後だった。エングルはもともと、アポロ17号の月着陸船のパイロットに選ばれていたが、これが最後の月着陸となることが明らかとなった後で、ハリソン・シュミットに押し出されていた。その結果、 エンゲルもトルーリーもこのミッションが初めてであり、スカイラブ4号以来の全員が新人のミッションであった。STS-2 の飛行後、NASA は船長は宇宙飛行経験者であるべきとのポリシーを保持し、そのためこれが最後の全員新人でのミッションとなった。二度目のスペースシャトルの打ち上げは、ST、s t s 一から七ヶ月後の1八十一年十一月十二日に、 設定され、10時10分へに離陸した。予定では7時30分へだったが、故障した、コロンビアのデータ転送ユニットの交換のために遅くなった。また当初は打ち上げ日は10月9日の予定だったが、姿勢制御システムのタンクから4酸化に窒素が漏れたために延期された。11月4日に再設定されたが、3つの補助動力装置のうち2つの油圧が高いことが見つかり、 再度延期された。このミッションでは、史上初めて宇宙飛行を経験した、有人宇宙船が再び人を乗せて、宇宙を訪れた。コロンビアは打ち上げの前に103日間にわたって、大びた整備施設で整備され、センサや、軽器類から構成されるダフィーパケッジやオスタエルを積み直された。シャトルイメージングレーダー A 等を含むこれらの機器は、地球の資源や環境、海洋や、 気象の状況を遠隔測定することに成功した。さらに、カナダが製造したシャトルリモートマニピュレータシステムの操作も初めてすべての運用モードで成功した。RMS からの景色ミッションの間、ドナルド・レーマン大統領がミッション管理センターを訪れた。彼は STS-1 の間に訪れることを予定していたが、2週間前に、 レーガン大統領暗殺未遂事件が起こったため、中止になっていた。STS-2 は5日間の予定で、5日間目の後に数時間のカナダアームの試験が予定されていたが、電力や飲み水を生産する3つの燃料セルの1つが壊れたことで、予定を早めて帰還した。ミッションは2日間に短縮され、予定されていたカナダアームの試験は中止された。乗組委員は、 睡眠時間として予定されていた時間にも起きて、ミッション管理センターとの通信が途絶する時間帯にとにかく、カナダアームの試験を試みた。STS-2 の打ち上げの様子11月14日1時23分、PST、2日6時間13分13秒の間に37回の周回で173万キロメートルを飛行して、エドワーズ空軍基地の第23滑走路に、 着陸した。エングルは、スペースシャトルの安定性と制御を確認するため、マッハ24号の速度で手動で、大気検査へ突入させ、着陸させた、唯一のパイロットとなった。ミッションの期間はかなり短縮されたが、ミッションの目的の90%以上は達成された。さらに、打ち上げ時の個体ロケットブースターの高圧波を吸収する水音抑制システムの改良が行われた。 耐熱タイルは12枚が損傷を受けたものの、1枚。コロンビアは1981年11月25日にケネディ宇宙センターに戻ってきた。STS-2 は外部燃料タンクが白色に塗られた最後のミッションとなった。スペースシャトル全体の重量を減らす目的で、STS-3 以降のすべてのミッションでは、ムット層の大色の外部燃料タンクを用い、 272kg を節減している。黒字に描かれた二つの星はスペースシャトル計画における番号を表している。NASA ではジェミニ計画以来伝統的に宇宙飛行士のために音楽を流している。アポロ15号では初めて乗組員の気象のために用いられた。曲は家族等によって乗組員個人にとって特別な意味がある曲や日々の活動に 適切なものが選ばれる。ありがとうございます。